聞いてどうするのかわからないヤフー知恵袋の質問。ひゃっはー、みさーを丁寧に言ったらどんな感じですか？ああ、お水でございまーす。偶然が重なった奴ら、今新幹線に乗っております。珍しく隣が若くて可愛い女の子です。思い切って話しかけた方がいいですか？私は25のお兄さんです。やはり嫌でしょうか？隣の女です。キモいからやめてください。無許可で食べようとする奴、あまりにもお腹が減ったので近くにいたアンパンマンの顔を半分以上も食べたら犯罪になるんですか？アンパンマンは人間ではありませんので、おそらくペットなどのような、もしくは食料という解釈になるかと思います。その場合、所有者の許可なく、この場合創造主であるジャムおじさん、勝手に一部なり全部を食したりすると器物破損や窃盗などの容疑がかかると思われます。ジャムおじさんとアンパンマン本人に許可を取りましょう。速攻論破されるやつ。名字に口がつくせいで口を愚痴と読むのは、実は井口と野口、山口の3つしかない。これ豆知識な、覚えておけよ。滝口、樋口。そもそもできない人多いこと言い出すやつ。フライパンの間違った使い方を教えてください。曲げていろんな形にして遊ぼう。的確なアドバイス受けるやつ。真剣に悩んでいます。どちらがすごいですか？サッチーと愛し合った野村監督と皇太子殿下と愛し合った雅子様は、どちらの方が人類愛が深いと思いますか？私としては野村監督の方が神がかってると思います。他に大事なことを考えた方がいいです。ヤフー知恵袋のヤバいやつら。中二男子です。学校で拾ったんですけど、これ何かわかりますか？絹ごし豆腐です。ふざけすぎてるヤフー知恵袋質問者。顔評価お願いします。自分の顔写真をトレースした絵です。自分の顔はブサイクですか？ブサイクです。お尻痛くてうんちできない。まさかの回答が来ちゃったやつ。ペイペイをパイパイと呼んじゃったりしませんか？ No way. Only someone who cannot read English would read it that way. Yes. You are パイパイ. Say. めっちゃ間違ってるやつ。サッカー吉田麻也選手の顔の長さは半端ないですか？半端ないです。もう死にたい。苦しい。就職決まらないのが一番の恥ですよね。それぐらいで死ぬなんてバカ言うな。どんなに大企業に就職できても俺は死にたい。顔評価お願いします。この顔で沢尻エリカと付き合いますか？無理です。メタモンは今何に化けてますか？あなたかもしれませんよ。ゲットしてみたら僕でした。ありがとうございました。バックナンバーのファン層ってやっぱ若くい女子が多いんですか？男女比を教えていただきたいです。若くい女子が多いです。年齢的には10代後半から20代前半。男女比は3対7くらい、男性3女性7な感じです。男性もみんな若くいですね。わざわざ若くいって言ってくれてありがとうね。バカにしやがって。ゲイの友達が必要以上に絡んできて、僕は避けてるにもかかわらず相手はグイグイ来ます。どうすればいいでしょう？ケツ出せ。ありがとう。実際にその通りにしたら無事に距離を置くことができました。中学2年生で1ヶ月のお小遣いが5万円ってどう思いますか？ヴィトンとかコーチのブランド物のバッグ1つ買ったら、これくらいすぐになくなっちゃいます。おかげで欲しいものが全然買えません。この前は彼氏とデートでレストラン行ったけど、2人で合計4万いくらかしてタクシーで帰れませんでした。明日は大晦日だっていうのに5000円しか残ってないです。お年玉もらえるかも心配です。5万円なんて1週間も持ちません。親に足りないと言ってもこれ以上はくれません。ひどくないですか？少ないですよね。私は中学から30万円もらってましたよ。にらめっこしてたら顎の骨が折れちゃいました。こういう場合はどこで見てもらえばいいのでしょうか？つばつけておけば30秒で治ります。ありがとうございます。無事治りました。なんで水の中でも息ができるの？さっき飲んだ熱いお茶のせい？はい、そうです。さっき飲んだお茶のせいです。ちなみに私はさっき飲んだお茶研究家です。あなたは魚類になりました。多分お分かりかと思いますが、地上では苦しいです。両生類ではないです。これからも知恵袋に書いたりすると思いますが、その時は首から上だけ水を入れた箱の中で入力してください。人生とはいろいろあるものです。